さあ、シュウペイさん、今日なんか記念すべき日だということで。記念すべき？はい。なんだそれ。実はですね、ああ今日いつも昼なんですね、毎節やってくれてる、うん、にもてんが毎節始めて1年ということです。そうだったの？ありがとうございます。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 すごいじゃん、にもてん1年経ったもん。はい、おかげさまで。すごいね。すいません、リップ塗ってるとこ。はい、はい、言わないでリップ塗ってるところ。ちょっとちゃんとですね、みたいなね。ニモ男子、口でもテカテカ。はぁ、あ、1回目の時どういう気持ちだったの、やってみて。いや、すごい緊張したの。衣装も違う。2人で喋んないの？はい、すみません。1人ずつ衣装が違ったんで、まず知るか、そんな。いや、知るか。いや、でもどうなの、1年経って、はい、もう慣れてきたみたいな感じ。まあでもそう、やってみてどうなの、最初よりは。でもやっぱ飽きさせないようにするっていうのが頑張ってます。まあそうだね、はい、ちょっとチューペさん、ちょっとごめんなさい、ちょっと1回止めていい？はい、もう真ん中のやつ。はい、もう声小さいな、お前。すいません。お前。ああ。お前。ちょっあ、すいません、すいません、すいません、はい、ごめんなさい、はい、俺が破壊しました。ごめんごめんごめん、間違えちゃった。はい、じゃあ最後ショートコント。はい、急に話しかけられて驚く陰キャ。ちょっと小銭。どうぞ。お前、びっくりした。お前びっくりしなくていいんだよ。一番の陽キャがびっくりしました。さようなら。どうもありがとうございました。